とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく入手した装備使っていきましょう。これだね、フルメタルアーマーのクールダウン毒フォーカスですね。怒りと相性がすごくいいと思うんだよね。攻撃力も上がって、ダメージ軽減もバッチリついてるっていう、フルメタルと怒りはいいんじゃない？リフレッシュ、吸血、クリティカル、そしてアーティファクトシナジー。これだね。この二つでやってみましょう。アーティファクトはキノコ、エリクサーのカバン、羽です。どうだろうね。まあ、基本的に常にこのパワーポーション、もしくは、移動速度ポーション、そこら辺を常時使いながらいけると、最高かなと思うんだけど、どうだろうか。うん、いい感じに多分いけると思うんだよな。OK、OK、パワーポーション、パワーポーションが出ると、おそらく相当、あ、やっぱ強いよ。強襲？あ、強襲だわ。珍しいね。こんな最初の方が強襲あるなんて。HP 減らん。うん、あ、エンダーマンいる。じゃあ、いや、全然余裕だし。いいね。やっぱりいいわ。うん、思った通り、フルメタルとの相性が抜群。めちゃくちゃね、ダメージ軽減あるし、で、さらに攻撃力アップもついてるんで、使いやすい。うん。これは好みが分かれるだろうね。反逆者がいいっていう人もいれば、フルメタルがいいっていう人もいると思うけど。ああ、俺フルメタル結構好きだな。まず見た目がね、このごつい感じ。うん、ガンダムのダブルゼータみたいな、そういう感じがね、好きだな。いいよ、いいよ。このままちょっとボスきついか。いや、きつくない。全然。おそらくね。いや、でも雑魚戦ほんと楽勝。これどんどん進んでいきましょう。いけるわ、これ。OK。だいぶ慣れてきましたね。基本的に羽でぴょんぴょんしながら、クールダウンショット発動させて、で、常に、あれだね、パワーポーションを発動していく感じがベストですね。で、やっぱりね、むちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強いけども、弱点がある。まあ、どの装備でも、そうだと思うんだけど、やっぱね、このね、攻撃力がバカ高いやつって、トゲにむちゃくちゃ弱いのよね。トゲが出てきた瞬間、終わる。うん。まあまあ、それはね、バブルバースター使ってる時でもそうだし、あれは変更が、出てきたらもう即死だけどね。それと同じでトゲが出てきたら、これは、全然ダメだわ。うん。多分あのトゲのダメージってポーションバリアとかでも、防げないでしょ、あれって。なんで、どうしようもないんだろうな。出てきた場合は、まあ、ちょっと覚悟して、やるしかないか。なんかね、対策があればいいけども、各装備、弱点の対策っていうのは難しいよね。なかなか対策できるもんじゃないしね。まあまあまあ仕方ない。出てきた時にはもううまいことね、攻撃せず逃げていくしかないっすよ。 OK、 いくぞ。もう、ああ、ここか。いけるか。お、一発でいけそうだ。 OK、 いけた。ここ修正されたのかな。前はね、なんか全然あのシュルカーの弾が近寄ってきてくれなかったんだけども、うん、うまいこと階段を登ってくれるようになってますね。さすがに、あれは苦情が多かったんじゃない？俺もなんか20分ぐらい粘って開けることとかあったもんね。なんで、まあ確実についてくるようになったんじゃないですか？じゃないとね、さすがに、イラつく人もいるんじゃないの？行きましょう。
あ、ここもか。あ、大丈夫か。上の方に、確か、シルカいたし。あー、もう、ぶっといなー。じゃあ、今回矢がやたら出る。まあ、いい感じなんだろうけどね。矢が出るってことは。シルカ、いた。出して。OK。完璧。よし、もうちょっと行ったらボスかな。あー、エンダーセントが出るか、その前に。いいし、エンダーセントのとこの強襲イベントだね。まあ、問題ないっしょ。うん、やっぱリフレッシュだけじゃちょっとね、あれだもんね、若干 HP が減ることがあるんで、一応安全のためのこの吸血がなかなかいい感じで回復してくれる。おー、出てきた。おお、余裕だ。そうだろうね、この火力じゃそうでしょうよ。いいねー、ほんとトゲ以外何でも来いだ。あー、ではボスいきましょう。おおいいダメージ入るね。いいよいいよいいよ。おお、あ、やっぱ影化してやるとすっげえな。影化してのパワーポーションでの一撃、すごい。あ、いいよ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 、これ全然いい。 OK。 あーしゃ、 OK、 いくぞ。はい、来なさい。しゃーいい感じ、いい感じすぎるわ。あ、で、しかもそうかそうかそうか、エンダーマイトはこの炎のブリューでいけるのか。おいおい、あ、やば。あ、でもダメージ全然減らん。さすがやね、勝った。この防具、防具が硬すぎる。よし、行くぞ。あー、もう逃げんなって。ドラ使えば多分速攻だね、これ。ドラ使えば全く問題なくいけるわ。オッケー、次で終わりかな。あー、やばい、若干 HP 減った。オッケー、いいよ、いいの出てきてくれた。えい、はい、それでは今日は新しい装備を使って、クリアしてみました。デイリークエストでも全然余裕だったね。フルメタルアーマー、うん、やっぱりこれの耐久力は素晴らしい、素晴らしいものがある。で、やっぱりね、この怒りと合わせることによってめちゃくちゃ強い。うん、フルメタルやっぱりね、結構好きだわ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。